はい、どうも皆さんこんばんは。永井博明でございます。まあ、今日は1週間ぶりに、まあ、今日っていうか明日なんですけど、まあ、釣りに来ますので、ここで車中泊して明日朝一で、釣りしようと思うんですけども、まあ本格的に梅雨に入りまして、まあ連日大雨で、まあ各川は結構増水して、まあ普通に考えたら釣りにならないとは思うんですけども、まあ今日来た川、後ろに川はすぐ流れてるんですけど、この川は多分増水した時じゃないと多分釣れない川なんですよね。まあかといって、まあ明日釣れるかどうかは全くもって謎なんですけど、わかんないんですけど、まあとりあえず各本流支流は増水で濁りで多分ダメだと思うんで、まあその支流の支流、まあもう、まあほぼ源流みたいなとこに来ております。ちなみに電波はありません。でさっき外出てライト照らして見てみたら結構いい感じに水増えてたんで、まあただ濁ってるかどうかまではわからなかったんで、まあ明日朝やってみてですかね。まあ釣れればいいんですけど、釣れなかったら速攻終了して帰りたいと思います。でまあなんで今またこうやって動画撮ってるかっていうと、なんかね最近、まあ、自分の周りで起きてること、周りも含め自分自身も含めてですね、なんかちょっとおかしいんですよね。っていうのは以前多摩川の動画、7月に上げた動画かな、今出てると思うんですけど、あの動画以降ちょっとね自分の周りと自分自身、まあ、体についてちょっとなんかねおかしなことが起きてるんで、そのことについてちょっとお話ししたいなと思いまして動画を撮影しております。で YouTube のコミュニティの方でとかで、私最近仕事を変えたという話をしたことがあるんで、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、よく車を運転する仕事に就いたんですよ。まあ、別にトラックとかそういう長距離ドライバーとかそういうんじゃなくて、まあ、とにかく車用車でとにかく移動するそういう仕事をしてるんですけども、先日仕事中にですね車をこう運転してたら踏切がありまして、踏切、まあ、100m ぐらい先に踏切があって、まあいわゆる開かずの踏切みたいな感じですごい渋滞してたんですよ。まあ、100m ぐらい先の踏切でずっとじーっと車全然動かない状態 で止まってたんですけど、そうしたらまあ、歩道を自分の後ろから自転車に乗ったおばあちゃんがこうスーッと走ってったんですけど、ちょうどね自分の車の横を越えて前の車の横に差し掛かったあたりでおばあちゃん急にこけたんですよ。結構派手な転び方してもうズダーンってなっちゃって、おーおーおおと思って、おばあちゃんが倒れた後になんかひっくりとも動かないから、おいやべえやべえと思って、もうどうするどうするってなっちゃって、でとりあえずちょっとこれ助けないとやばいと思って、でたまたま渋滞で止まってる場所の真横がコンビニだったんですよ。でコンビニがあったからもう速攻車駐車場にバーって入れて、でまあ、駐車スペースまで止めに行くんじゃなくて、もうコンビニに乗り上げてもう速攻車を降りて、でおばあちゃんに駆け寄ったわけですけども、僕の横でこけたんじゃなくて前の車の横でおばあちゃんが転んだんですけど、その前の車は何もしようとせず動かないんですよ。ああダメだろうと思って、でそれで自分がコンビニ入ってですぐ駆け寄ったんですけど、前の車が何もしなくて逆に対向車の人が気づいて、その人も一緒に入ってきてくれて、大丈夫ですかって一緒にやってくれたんですけど、でおばあちゃんに声かけて、大丈夫ですか、救急車呼びましょうか言ったら、かすかにうんって首が動いたので、よし分かったっつって、もう 俺がねすぐ救急車電話ですぐ119したんですよ。で前回は110番でしたけど今回119、俺多分119にかけたのも今回初めてなんですよね。で自分が119番かけてる時に、まあ、対向車の方がおばあちゃんの解放というか、まあ、ちょっと見ててくれて声かけとかしててくれてみたいな感じで、で僕は119番したんですけど、まあ、前の動画の110番の時みたいに GPS で場所分かるみたいな話したと思うんですけど、まだその動画見てない方は一応貼っとくんで見ていただいてからこの動画見た方がちょっと話がつながりやすいかなと思うんですけど、でまあ警察にかけると GPS で自分の居場所をかけ、通報者の居場所がすぐ分かる、こっちが場所分かんなくても向こうが分かるっていうシステムあるんですけど、救急車の場合ってそういうの全くないんですね。初めて知りましたけど、とりあえず電話したらおばあちゃんが
自転車で転びました。でちょっと動かないんで心配なんですぐ来てくださいっていうことで、でまあ当然場所聞かれるじゃないですか。で場所なんだけど、まあ、正確な住所なんて基本わからないですよね。でも一応どこどこ駅のすぐ近くの踏切の近くの一番近くのコンビニです、コンビニの名前言って、でもわかんないみたいで、それじゃあ。でコンビニからちょうど店員さんも一緒に来てくれて、騒ぎっていうか、まあ駆けつけてくれて、私と店員さんと対向車の方3人でそのおばあちゃんの対応をしてたわけですよ。でちょうどコンビニ店員さん来たから、ここの住所何ですかって聞いたんですよ。そしたら、コンビニ名と、まあ、何々店って言ってくれて、その通りに電話で救急隊に伝えたら、それでもわかんねえみたいな感じで、おい大丈夫かよと思って、刻を争うんだから、その情報でもわからんのかと思って、で店員さんにいろいろ詳しく、住所どこですかって、住所はですねって、まあ、店員さんといえども住所ってはっきり知ってる人ってあんまりいないのかなって思うんですよね。だからコンビニの何々のコンビニの何々店ですって言った後に、あ、なんか思い出すようにレシート出して、たまたま持ってたレシートに住所がしっかり書いてある、それを読み上げて、ようやく救急隊が分かりました、じゃあそこで待っててくださいって、電話を切ってというか、まあ切る前にちょっといろいろ状態聞かれたんですけど、ちょっと擦り傷があるとか、大丈夫ですか、怪我はないか、話せますか、男性ですか女性ですか、最初おばあちゃんと言ったんだけど、で自転車で転びました、こういう状況ですっていうことを話して、ようやく出動みたいな感じで、も踏切で渋滞してるんで救急車もなかなか来ないんですよね。それがちょっときついな。でまあ救急車待ってる間、まあ、僕仕事中ですよ、仕事中で時間に追われてますから、その時間に間に合うように行かないといけないから、通報だけして、で対向車の方がおばあちゃんと やり取りしててくれたんで、本当は僕も一緒にいて、最後まで救急隊来て見送るまでやりたかったんですけど、まあ、自分一人だったら最後までやりますけども、一応一緒にいてくれた方がいたので、その方に一応お願いして、この後のことおばあちゃんお願いしますということで、救急隊今来るからちょっと僕も行かないといけないんですいませんつって、で出てったわけですね。いやなんだろうね、あの時前回の、いや前の動画で110番して、なんか周りでなんか異変が起き始めてるのかなと、まあ偶然かもしれないし考えすぎかもしれないですけど、車用車に乗ってて、まあ、ドライブレコーダーもついてないし、119番かけたのも会社の携帯なんで、まあ、はっきり言って証拠がないんですよね。自分がそうやって言ってるっていうだけで何の証拠もないんで、本当かよって思う人もいるのは当然だと思いますし、まあ、大変だなと思ってくれた方もいらっしゃると思うんですけども、これをきっかけに俺ドライブレコーダーつけないとまずいなと思って、近々ドライブレコーダー買おうかなって。でやっぱりなんでこういう話を動画に上げるのかっていうと、最初の方にも話しましたけど、おばあちゃん転んだ時、前の車の人は何もしなかったんですよ。それがやっぱりちょっと問題なのかなと思って、普通はねこの後のことなんて何も考えずに、あやばいやばいとりあえず助けないとって思うのが普通だと思うんですけど、なんだろうな、この後これに関わるとこういうことがありそうだから面倒だからやめとこうってみんな思うのかは分かりませんけども、やっぱり人ってなんか面倒なことに関わりたくないっていう意識があると思うんで、まあ、それも働いたのかなとも思いますし、まあ、それとも全く違う理由なのかもしれませんが、まあ、そこは本人しか分かんないんで、まあ、私は何とも言いませんけども、まあ、そんな状況になっても誰も助けようとしないんで、まあ、対向車の方が来てくれたから良かったですけど、ね、結構冷たい人が多いのかなと思いました。ね、皆さんの周りではそういうことってないですかね。まあ、前の玉川の動画の時もコメントですごい、僕も私もこういう経験、同じ経験あります、私もあります、何回もありますっていうコメントがたくさん来たんで、経験する人は本当に経験するみたいなんで、これね一体何なのかよく分かんないんですけど、不思議ですよね。まあ、同じ釣りやってても一生経験しない人ももちろんいますし、何度も経験する人もいるというのがねちょっと不思議ですよね。でまあコメントでもいろいろありましたけども、まあ、呼ばれたんじゃないかとか、まあ、あの日の雨は偶然じゃなくて必然的に降ったんじゃないかとか、それで橋の下に導かれたんじゃないかとか、まあ、そういったコメントも多数ありました。まあ、確かにそういう風に捉えればそうだなと思うんですよね。
あの日現場にいたのは自分しかほぼいなくて、自分しか見つけることができなかった。皆さんの周りでもこういうことを結構経験するって人絶対いると思うんですよね。もしいらっしゃったら、どういう状況でなって周りの人がどういう反応してたかなんて、コメントをいただけると、幸いです。さらに、それは周りで起きることなんですけども、自分のねちょっと体にも異変がちょっとありまして、あの動画以降なのかその前からだったのかは定かじゃないんですけど、突然あの体の左半分、首から上の左半分が突然ねなんかザーッと麻痺してきて、こめかみあたりから首筋にかけて言葉も急に喋れなくなってきて、なんかすごい具合悪くなってくることがよくあるんですよ、しょっちゅう。3、4日に1回ぐらいはそういう現象が起きるようになってきて、これ本当に辛くて、もう仕事中だろうが何だろうが関係なく襲ってくるんですよね。もう、歩いてる時だったらもう平衡感覚なくなっちゃって、あの左側が痺れるんで左側にどんどん寄ってっちゃうんですよ。まっすぐ歩けなくなっちゃって、ほんとどっかに捕まってじっとしてないとほんと辛いぐらい、そんなようなことがあれから起きるんですよ。あの時の出来事が原因なのか、いや単なる病気なのか、それも分かりませんけども、本当にあれが起きると何もできなくなっちゃって、かと思えば次の日とか 2,3 日は何ともない日が続いたりで、また来てっていう繰り返しだったんですね。でそれについてすごい信用できる霊能者の先生がいるんですね、知り合いの。今札幌に住んでるんですけど、僕の地元札幌なん で札幌にいる先生にちょっとそのことについて、こういうことが痛い、しびれるっていうことあるんですよって伝えてみたら、それはついてるというわけですよ。しかも先生が言うには、僕前脳幹視の仕事をしてるっていう動画で出したじゃないですか、だから先生もそれ知ってるから、ここ最近で40歳50歳ぐらいの男性の方と関わってないかいって言われて、と思って、仕事中だったらそれぐらいの人なんて相当やってるから、脳幹してきてるから、もう全くどれがどれでかもう全くわからないって答えて、で最後に玉川の出来事を話したら、それだわっていう話になって、マジかと思って、僕もこの痺れる現象についていろいろ携帯とかでネットで調べてみたら、肩こりがひどいんじゃないかっていう説とか、それこそ本当脳梗塞とか心筋梗塞、脳卒中だか、そういうやつの前触れじゃないかとか、というかストレスじゃないかとか、いろんな候補があって、俺もよく分かんないんで、それで先生に相談したら、そういうことだという話で、でこっから先はね、信じる信じないはもう視聴者様の自由なん でこっから先はねちょっと皆さんと共感できる部分が少ないかなとは思うんですけど、札幌にいる先生に除霊をしてもらったんですね。で遠隔除霊ってやつ、東京と札幌だから相当離れてるから、そううまくいくか分かんないけどっていうことでちょっとやってもらったんですけど、で自分家にいる時で、先生から電話来て、スピーカーフォンにして、でちょっと窓際に立ってって言われて、窓をちょっとだけ開けて、痺れる部分をその開けた部分に向けて立っててくれと、で電話はスピーカーに聞こえるような状態にしてくれと、だからお経を唱えてもらって、窓の隙間からその悪いものが出てくというような除霊をしてもらったんですね。で除霊が終わりまして、で先生は多分これ出てったと思うよと言うんですけど、何せ遠隔だから、遠隔だったけど大丈夫だと思うよと。それからね、不思議と今までは3日4日ごとにその左半分が痺れるっていう状況出てきたんですけど、もうね10日以上、2週間ぐらいかな、その症状起きなくなって、本当にそういうやつだったのかな、取れたんだと思って、と思った矢先に2週間超えたぐらいにまたふわっとうっすらな痺れてきたんですよ。前と同じ状況よりはちょっと軽い感じ、前ほど苦しくない、そんな状況が起きてきて、でまたやっぱり先生に相談して、こういうことが起きる、また起きるようになりましたと言ったら、ああやっぱり遠隔だったから全部取り切れなかったか、じゃあ今度は僕自身ができる、供養の仕方を教えてもらって、それを今度自分でやってみて、そうすれば大丈夫だというふうに言ってもらって、でそれを今度やる予定なんですよね。ここまで聞くとかなりうさんくさい話になってると思うんですけど、事実を述べておりますので、信じられるか信じられないかは自由ですけども、実際私の周りでこんなことが起きてるっていう報告になります。人助けみたいなことをやっ
できると自分の運も上がっていくのかなっていう風に勝手に思っております。運を上げて何をしたいかっていうと、やっぱ魚いっぱい釣りたいんですよ僕は。釣りチャンネルなんで、魚釣ってなんぼなんで、最近ねあんまりちゃんとした魚釣れてないですからね、まあそういう運が上がるような行動をしながらね、釣りの方にも生かしていけたらいいなとか、ね、そんなことを思ってるんですけども、まあなかなかそうはいかないですよね。その運を上げるためにどうすればいいかみたいなこと、ただ運を上げたいって思ってるだけじゃ絶対上がらないんで、僕ね結構昔からやってることがあって、大谷選手知ってますか？プロ野球選手の大谷選手が、まあ、プロ野球選手になるために、まあ、ドラフト指名されて一軍に入るためにはどうすれば何をすればいいのかっていうのを記した、まあ、目標シート、マンダラチャートっていうやつ、これ皆さんご存知ですかね。今多分ちょっと画像出てると思うんですけど、まあ、ど真ん中に一番でっかい目標を掲げて、その周りにその目標を達成するにはどうして何をすればいいかっていうのをちょっとずつ書いて、さらにそれを達成するにはどうしていけばいいのかって、もう細分化して細かく書いてるマンダラチャートっていうのがあるんですけど、ね、僕もそれに似たようなことを結構前からやってまして、まあ大きな魚釣るにはどうしたらいいのかみたいな、まあ、大きな魚は釣れなくてもたくさん釣れるにはどうしたらいいか、まあ、それこそ海の要素もあるし、腕を上げないといけないってもあるんですけど、そう、まあやっぱり魚を釣りたいっていう目標に関しても、まあ、実力はもちろんですけども、やっぱ釣りですから運も必要じゃないですか、ね、その運を上げるためにやっぱりどうしたらいいのかっていろいろ考えてて、まあ、例えばその運気を上げるってなると、やっぱりその人助け、先ほど言ったように人助けですとか、まあ、人の嫌がりそうなこと、人があんまり進んでしたくないようなこと、まあゴミ拾いとか便所掃除とか、まあ、そういった類、まあ、仏教の方ではこういうことって徳を積むって言うんですよね。まあ 仏教だけなのか分かんないですけど、まあ、徳を積んで毎日の積み重ねによってその運気が上昇していくみたいな、そういう考えなんですけど、まあ、別に徳を積むっていうのは何もゴミ拾いや便所掃除だけじゃなくて、学生だったら学校にちゃんと毎日通うというのも徳を積むっていうことになるし、社会人だったら毎日しっかり会社に行くっていうのも、これも徳を積むっていうことになりますね。家の手伝いをするとか、ね、そういったことも、まあ、徳を積むっていう意思に含まれてると思うんですよね。なんで、まあ、そういうのの積み重ねによってで、ね、魚がたくさん釣れればいいなってずっと前から思ったんですよ。ただね、なかなかやっぱりね叶わないっていうか、ただここでやめちゃうとそれで終わりなんで、それを継続していくっていうのが一番大事だなと思います。まあちょっと話がそれましたけども、身の回りプラス自分自身にもちょっとこういうことが起きてるっていうお話でした。ちなみにさっきの話で救急車に通報してる時も、電話をかけた瞬間に、これ本当ですよ、電話かけた瞬間にまた左半分さーっとしびれてきて、またあの現象だと思って、で救急隊いろいろ聞いてくるんですけど、喋りづらくなるんですよ、あの現象起きると。声も大きい声出せないし、それとこれとまたなんか関係があるのかなといろいろ勘ぐっちゃいますけどね。ということで、まあちょっと長くなっちゃいましたけども、まあいろいろ賛否両論、共感できるできないいろいろあると思いますが、まあ何かあればコメント欄でいろいろ書いていただけるとありがたいですので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。永井博明の最近の出来事でした。ありがとうございます。